あの守備のところでは大迫と鎌田がまず基本4、4、1、1をこういうふうにブロック組むと。でその時に大迫が間切りながらどっちかに誘導して、で、えー、ボールサイドの選手を全部はめるみたいなことはやらないですね。なんで、ふわふわ守備してるんで、普通に大迫前行ってるけど、鎌田行ってなくて、この辺回されるっていう現象があると。4、4、1、1まで守ってると、こういう間に入れられるのが怖かったからか。 カマダが下がって、451みたいなんですよ。で、この対応自体が悪いわけじゃないです。引っ掛けてカウンターすればいいから。ただ、相手もここ突っ込んでこないでちゃんと回せるっていう、大阪一人じゃここ全部カバーできないっていう現象が起きますね。なんで、これやった後もう一回ツートップに戻してる時間もあったんですけど、その時は普通に23番が降りてったりして、3バック化して、これで、まあ大阪とかカマダがプレスかけれないところから運んでって、そっかくさび入れられると。で、この時に、 まあ、サイドの選手、サイドバックがこう高い位置取ってたりとか、えーあの、日本の選手としてはサイドの選手ちゃんと見たいと。ってなると、ツーボランチのケアするスペースがこういう風にいっぱい空いてくるんですよ。で、これを日本の選手がこうボールサイドにこう、ね、人を寄せて、こういう風にこういう風になってさ、こっち側は開くけど、そこもこういう風にボールが右サイドにあるんだったら、日本から見て左サイドに寄せて、こっち側はめちゃうとかにして、 こういうボール出させて、そっからみんなで移動させるみたいな、こういうのがあればいいんだけど、それなしでこう広がった状態で、両方サイドの選手見てたりとか、ふわふわしてるから、で、ディフェンスラインもゾーンで守りたいから、で、高い位置取ってくる選手、こういうふうにいるじゃん、サイドで。で、ボール出す選手がさ、青信号でどこにでも出せるって状況になると、ディフェンスラインっていうのは上げらんないんですよ。前の選手がプレスかけてるから、裏にボールが出てこないから、ラインを上げて、それによって、ここをコンパクトできるから。ボールが出てくるから、ちゃんとディフェンスラインは下がって守る。で、 中盤の選手たちは、サイドの選手がサイドの選手を見ながら、で、間に空いてくるスペースは、まあ、前の選手が圧力かけてない分、後ろの選手が運べて、ボールを受けられるうちに人が現れる。 だから何も決めてないから選手が全部を守ろうとして結果どこも守れてないっていう、さっきファイブバックの案とかもありましたけど、例えば鎌田がファイブバック入るわけないですけど、まあ、こういう形にして、間空いてるけど全部後ろから潰しに行くとか、そういうのでもいいですし、このやり方でも、ボールサイドの選手を全部押さえて、逆サイドを捨てて、間にボールが入りにくい、もしくは入ってきたときにちゃんと潰せるようにしておくとか、これだけで全然違うじゃないですか。こういううういいいのやっっててないからあれっていうねうーん こんなに雑なサッカーするチーム結構他の国とかでもないし、うん、ないというか、まあ、他の国であったら弱いとこしかこんな守備しないし、で、攻撃に関しては、まあ、大迫が高い位置いて、まあ、この守備から切り替わる瞬間ですけど、まず攻め急ぎすぎてて、なおかつ右サイドのキャラも中入ってくるキャラ、左サイドのキャラも中入ってくるキャラってなると、 ここがないじゃないですか。で、ここ幅使えないうちに、この隙間空いてるところを一発であの大阪がチャンスになったし、みたいに使えたらいいけど、そうじゃないときに、なかなかって焦っちゃうから、この幅だけでサッカーやってるから、潰しやすいし、浅野の裏だけはもう対応されてると。っていう風になったときに、じゃあ今度地、遅攻速攻じゃなくてゆっくりの攻め、遅攻に移るってなった時の柴崎の判断が、ね、ここでいいところに選手がいないんだったら、一回後ろに渡して、 サイドの幅取って攻め直すとか作り直すとかいう風にすればいいんだけどそれができてなくてボール持ってるうちに失ってたりとかここの判断が悪すぎるで長友高い位置取りたいけど高い位置取るとこっからここのラインがつながんなくなるから,だからこうなってて南野が中入ってるのにここ取らないのなんでなのっていう風に見えてくるだからこういう時例えば長友高い位置取れ遠藤が春でもいいし 冨、えー、安が広い位置取って、えー、吉田がこうなって柴崎降りてくるとか堺はこうなって浅野がこう張って鎌、えー、田大迫南なでこうなるとか、まあ、こういうふうに倫理にかなったやり方なんですけどそれもしてないみたいな感じですね。そう